い共感できて、それで興奮してツイートしちゃったんですけど、これ何にでもなれんじゃん、ブルボッコにされて。今日ここでお願いしようと思うんですけど、次僕皆さんこんにちは。こんにちは。いやまさか僕こんな日が来ると思ってなかったです。もう本当に最近この悪あがきの本を読ませてもらって、はい、まさかこんなタイムリーに著者の陽平さんとお会いできるとは思ってなかったので、いやいや、こちらはい、もうすっごい僕この本読んで、もう映画見てるような感覚やったんですよ。もう一本の男の人生の映画をパーン見てるような感覚で、すごい今にも新しいこと始めたいとか、すごい走り出したくなるような、何ですかね、読み物やのにちょっとなんかこう体験できてる感というか、もう自分の人生は自分で主役なんだみたいな、はい、他はもう傍観者なんだぐらいのジャイアニズムじゃないですけど、はい、なんかでもなんか幼少期の頃からそうだったのかなっていう、あの本でも出てきてましたけど、結果やっぱなんかいろいろ考えながら周りに合わせちゃうとか、特に日本人とかなんか多いと思うんですよ。僕もどっちかというと自分の人生を選んでみたいな、しゃ俺は主役なんだみたいな感覚でやってたんです。すごい共感できて、はい、率直なちょっと失礼かもしれないですけど言っていいですか、俺やんって思いました本読んですごい共通してる部分も多くて、なのであのこの笑う、まあ、初めはもうパッて見つけて読んで、ですごくなんか爆上がりというか興奮して、岩井さんが一緒にやってるアツさんという共通の、はい、僕がそのアツさんともともと知り合いだったんで、ってことで連絡させてもらって、んでこうやって、まあ、カメラの前で聞けるっていう日が来るとは思ってなかったので、なるほどなるほど、死ぬほど嬉しいです。俺なんかアツくんから、はい、いやジョーブログのジョーくんが、はい、わらがきなんか偶然見つけて呼んでくれたらしいよ、はい、マジでっていうところから知ってくれてたんですか。僕もちろんもちろん、YouTuber のジョーさんっていう印象で、はい、その旅人のイメージみたいな感じで、もちろん知ってる、なんだろう、出版社やってると、はい、本とかを著名人の人たちに読んでもらうときになんか検本して、はい、でまかり間違ったら、はい、なんかで紹介してもらえるかもみたいな、あ、はいはい、なんかそういう印象があったから、僕あのノリで興奮してツイートしちゃったんですけど、ありがとうございます。もうこれジョーブログファンは全員見てみたいな、めちゃくちゃおもろいかなと思ってある日突然、普段、まあ、インスタとかほとんどやってないんだけど、はい、たらフォロワーみたいなのがわーっとあれしてて、はい、アマゾンの順位みたいなのがぐっと上がってるから、はい、なんかが起こっている、うわー嬉しいです。夜中それに気づいたのが夜中2時3時ぐらいで、はい、でスタッフと飲んでて、あれみたいな、はい、俺インスタほとんどやってないのに、はい、なんかめっちゃ何十人ってフォロワー増えてこれで見方もよく分かんなかった、はいはいはい、これってそういうことだよねって言ったら、はい、そうそうそうで、はい、なんだこれって言ってて、そうですよね。そしたらスタッフの人が、はい、あれなんかアマゾンの順位も跳ねてるぞみたいな。いやいやいや、なんかだって SNS あんまりやってらっしゃらないですよね。全くやってないよね、うん、なのでなんかこうツイッターとかも、うん、どれをタグ付けしていいのかとか、うんうん、はい、やっぱりなんかすごく僕あのこの本を読んで感動したんで、うん、それをなんか一心でちょっとファンのみんなにもこれ読んでほしいみたいな、うん、じゃあなんか多分陽平さんの本を読んでくれたら、なんかより多分ジョーブログの見方もなんか盛り上がって見てくれるかなっていう、なるほど、ふうな思いでなんかこうすごい共通する部分があったんで、うん、はい、なんかこうノリでちょっとパッて発信しちゃったんですけど、それでなんか、うん、ありがとうございます。いや嬉しいです。で僕ノースビレッジには結構来てたんですよ、はい、C社で、うん、もうよ C 社めっちゃ好きなんで、海外とかも知ってて、だから僕の中で結構つながったのがあのノースビレッジ出版っていうのもあって、うん、みたいな、でノースビレッジってこの C 社屋さんが全国にあって、うん、みたいな、うんうん、で僕そのノースビレッジ出版の本もあの夢は逃げない、逃げるのはいつも自分だとか、うん、アイムさんの本であったりとか、窪塚洋介さんとか、うん、ガクトの勝ち方とか、うんうん、結構読んでたんですよね。めっちゃ嬉しいで結構 C 社屋さん行くたびに僕下北のあのノースビレッジとか行きまくってたんですよ。うん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 、魚竹さんの本とか、うん、窪塚さん の、うん、あの放浪とか放尿とか置いてあるの、自分が読んだ本が結構置いてあるんで、うん、何なのかなって思ってて、この本読んで僕全部繋がったんですけど、うんうん、あ、陽平さんが代表でやってたんやと、うんうん、でそのなんかお店作るであったりとか出版作るっていうのをしかもゼロから何のコネもなく、うん、いきなりちょっとつ申しんで、うん、俺はこうしていくんだってこう多分いろんなカットとか失敗もありながら実現していくっていう感じがすごいハートフルで、ちょっと新しく俺もまだまだこのままじゃ終わってはいけないなみたいな風にすごい感じさせてもらえたんで、なんか多分僕のジョーブログの視聴者って結構そういう視聴者が多いと思うんですよ、うんうん、なんか一歩踏み出せないけどみたいな感じなんですけど、うん、なんかすごい印象的だったのがあの裸の王様のなんかお遊戯
小遊戯会のね、はい、小学校の時にじゃあ俺は主役しかやらねえみたいな感覚とかって、うん、その本の中では、うん、なんか2人の登場人物がいるじゃないですか、うん、主役2人というか、うん、陽平さん自身その時にもう一人の自分キング、はい、うん、もう一人のキングっていう自分の中から生まれた純度の、はい、うん、心のままの自分みたいな、はい、その2人がこう喋り合いながら、うん、ちょっと陽平こういう道行ったらいいんじゃないのみたいな風にこうなんかレクチャーしていくじゃないですけど、うんうん、でも陽平さんの中にその2人の自分っていうのが常にあったっていうことですよね。そうだね、なんかまあその裸の王様の演劇の時のは、はい、まあ、学芸会のあれで自分の中で、まあ、初めて、あ、自分なりに、ね、なんか、はい、そういうことかって気づいたのが、はい、なんかそのホームルームみたいなところでその学芸会でやる劇の配役を決めるっていう時に、はい、初めはもちろん目立ちたがりだし、はい、なんか劇で、あ、僕主役やりたいですっていうのが気恥ずかしさとかも、はい、あと何でもない普通のホームルームだったんだけど、はい、黒板にいい感じに王様、仕立て屋、女中、家来みたいなのがあって、それをぼーっと眺めてたら、あれと、俺どれやるんだって思った時に、はい、もしかして、はい、これって大人になる時に、はい、自分が、まあね、何になりたいかとかもそっとじゃ全くないけど、はい、将来同じことが行われるんじゃないかなって、あ、なるほど、なるほど。例えばサッカー選手になる人もいれば、サラリーマンになる人もいれば、政治家になる人もいて、でそれどうやったら決まるんだと、はい、で所詮同じクラスメートが同じタイミングで何かしらの職業何者かになるであろう、はい、でそれどうやって決めるの、はい、っていうのが、まあ、小4だから分かんなくて、はい、あ、じゃあここで一番やりたい 役を自分のわがままで、はい、俺はこれしかやらないって言ってその配役を取ることができて、はい、で全く同じことを、はい、じゃあ20歳になった時にできれば、はい、俺何にでもなれんじゃねえかっていう、それだーと思って、その時小4っすよね。小4どんだけ考えてるんですか、いろいろ。いや普段何も考えてない分、多分人生で初めて何かを考えたその時、それが選択やったんですね、人生初めの。ここ間違いなく勝ち取って、はい、それを今後もずっとやってブラッシュアップ、多分周りのやつらまだ気づいてないと思う。ああ、なるほど、見つけたぞと。そう、言ったもん勝ちだと、はい、すごいわがままだったから、はい、わがままをなんとなく通すのは得意だったから、はい、それまではわがままとか強引であるって、はい、欠点だとよくまあ学校でも怒られてたし、あ、はいはいはい、わがまますぎるとかって問題児なんで、なんだけど、でも逆にそれを通しておそらくこのホームルームで俺がこれしかやらないっつったら押し通せるだろうと、はい、それそのまま二十歳まで行ったら俺何でもなれんじゃないかなっていう、はい、確かに。そこにはなんか必要なスキルとか努力とかっていうのは一体もど外しで、はいはいはい、そういうのがすごい思いつかないから、もうマインドとしてそこだと思って、はい、じゃあわがまま鍛えれば、もう極めれば、ああ、なるほど、無敵になれると思って、はいはい、結構やっぱ漫画とかでもワンピースとかでもやっぱ主人公と、うん、であとはなんかワンピースがやったらもうゾロがいてとか、うんうんうん、ちょっと側近というか、うん、はい、でやっぱりルフィが好きなんですか。主役に対しての憧れじゃないですけど、うんとね、憧れっていうか、まあどのぐらいからかな、小学校の終わりぐらいから具体的に何になりたいっていうのはなかったんだけれども、はい、常になんか、まあ、漫画がすごい好きで、はい、漫画の物語をライバル視してた、はい、その、まあ、当時はまだワンピースとかじゃん、ドラゴンボールとかロックナシビースとかスラムダンクとか、はい、好きな漫画とかの主人公どれも熱くて、はい、にそれに対して自分の物語はって思った時に、はい、なんか坊ちゃん生まれで、はい、なんか特になんか大きい葛藤とかもなく、はい、何もないことがなんか不良になる理由がないみたいな、はいはいはい、でそこがなんか唯一の不満みたいなところで、あ、なるほど、自分の物語絶対面白いものになるかなるはずなのに、はい、今んとこ普通だなみたいな、はい、で一方漫画では、はい、まあ、漫画の世界でめっちゃ激アツの物語を生きてる主人公がいて、はい、で自分は自分の人生の物語の主人公だと思ったから、ライバル視みたいなのは、はい、それよりもよりなんかオリジナリティある物語であったりっていうのは唯一の憧れの夢というのか分かんないけど指標がそれで、途中からなんか自伝っていう言葉が加わってったりとか、はい、そのあ、やっぱ人生って、まあ、自伝のっていう物語の主人公なんだっていう認識が途中で芽生えて、はい、やっぱ自伝と漫画っていうのはねずっとキーワードとして、はい、上さん、全く一緒です一緒、ね、はい、
主人公行きたいなって思い、うんうんうん、だからやっぱルフィとか見た時とかにもやっぱこうそこに自分がいるような感覚で見てたんですよね、うんうんうん、じゃあルフィがじゃあこの瞬間仲間を守るために命張るみたいな瞬間があったとして、うんうん、俺はこの瞬間やったら命を張れるのかどうかみたいな、そう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 、自分ごとのように主人公目線で見てたりとかもしてたん でそういう時って大抵まあ、おとぎスイッチみたいなものがあるとするならば、はいはい、それを押すと大抵損する場合が、はい、要は一旦表面的に損する、はい、例えばお金かかるとか、はい、なんかこういう問題に巻き込まれるとか、はい、あるんだけど漫画的にはみたいな、はい、して言うと押すしかないみたいな、なるほどなるほど、押してから考えようみたいな、とりあえずやりますみたいな、こうっていう感覚やったんですね。で裸の王様を取ったっていう感じですかね。そう、まあ、そこから昭和こう時に劇が、まあ、4年生5年生6年生って、まあ、途中から南米の方に行ってる学校、はい、現地の学校でも含めて3回劇があって、はい、もうそれは主人公以外は死に等しいみたいな感じで、はい、俺の中ではなんか少年時代のなんか3連覇の偉業みたいな、はい、主役なんか争奪戦3連覇みたいな感じで、はい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 、なんとなくね、なるほど、なかなか、まあ、学芸会ではあるんだけども、はい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 、でもなんか自分にとってはそこはすごい受験とかよりも重要だったんで、はいはい、でそっからなんかあの腕相撲を通してとりあえずなんかスクールカーストの上に立っていくみたいなストーリーもあったんですけど、 あれは、はい、もう単純に南米に小5の途中から南米に引っ越すことになって、はい、あ、そうですね、はい、で日本の学校では声がでかいだけでも、はい、なんとなくいわゆるジャイアン的な立ち位置が確保されるというか、はい、わがまま、はい、要はダダこねれば、はい、なんか通るみたいな世界があって、なんか喋れるやつというか、そうそう、バーってこうマウンド取れるやつは1位になれるみたいなのありますもんね。そうそうそう、なんかこっちが諦めなきゃ向こうが折れるしかないみたいなのが普通に通る、はい、で南米に引っ越した時に言葉がやっぱ喋れなかったから、はい、で現地の学校に、まあ、インターナショナルスクールみたいな半分、はい、南米のチリに住んでたんだけど、半分チリ人、はい、半分南米の人、はい、半分それ以外の国の人ってなった時に初めて自分のなんかこうジャイアンレベルが大したことねえんだなっていう、はい、ああなるほど、例えば体育で野球やります、はい、で別に野球全然経てないけど、でも体育でやるなら絶対自分がピッチャーしかないでしょ、とりあえず面白そうだからっていう、はいはいはい、でなんかこう外野の人たちを単純に球拾いって思ってて、はい、いやいや球拾いはないないないって思ってたんだけど、はい、その時に初めての体育の時野球でピッチャーのところにとりあえず行ったら、はい、そこにわーっとなんか 7,8 人南米の人たちだけ集まってて、はいはいはい、で誰がピッチャーをやるっていうのをわーってやって、でも何言ってるか全く分かんなくて、はいはい、でも なんか単純にもう引かなきゃ勝てるみたいに思ってたんだけど、はいはい、やっぱ言葉喋れないから、はい、で特に南米ってなんかわがままな人たちがなんかすごい多くて、はいはいはい、なんか国民性がそうなんだろうね。いやそうですよね、うん、僕南米でちょっとなんか学校のなんか講師みたいな感じでちょっと一瞬だけあの授業みたいなしたことあるんですけど、うん、じゃあみんな手挙げてみたいな、この問題やられる人みたいな言ったら、うん、日本やったらちょっとなんかこういう感じやって、うん、ちらほらなんですけど、うん、はがーみたいな、もう、そうそうそう、主張が強い人たち、むしろもう主人公は俺だみたいな人たちが集まってるってわけなんですよ、ね、でそのピッチャーやりたがってたそいつらも別に野球得意じゃないの、全然下手なんだけど、はいはい、でもとりあえずピッチャーでしょみたいな感じで集まったやつらが、はいはい、チリ人とかアルゼンチンとかチル人とかいて主人公候補も多いんですね。そうそう、めっちゃ多くて、なんだけど結局言葉喋れないと、あ、もう候補に上がってもう一瞬こっち見るんだけど、はい、ないないないみたいな、あ、なるほど、日本じゃ散ってろみたいな感じで、なるほど、でピッチャーなれなかった時にすごい、あーと、はいはいはい、このまま 2,3 年言葉喋れるようになるまで、はい、おとなしくクラスの隅っこにいなきゃいけないんだ、はい、私もう自信失いますよね、そのまま行ったら、そう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 、向こうは例えばサッカーとかでも、はいはい、ゴール決める人、もうシンプルなゴール決める人が一番偉いみたいな、はい、あ、はいはい、まあ基本フォワードなんだけど、はい、だから例えば向こうではマラドーナとかペレとかロマーリオとか、はい、ね、ヒーローその国のヒーローなのが大体サッカーのゴール決める人で、はい、で唯一フォワードとかじゃなくてもヒーローになるイギータって当時のね、はいはい、とかキーパーなのにドリブルしてってゴール決めるみたいな、はいはい、日本だったらなんか取られそれで点取られたらどうする、点取られるってことは、あ、まあ、リスクを考えますね、でもそれ気にしませんみたいな、はい、選手がヒーローになったりとか、でその時にやっぱもう言葉じゃ勝てねえなと思って、はい、で翌日言葉じゃ勝てないよ、もう力でねじ伏せるしかないなと思って、はいはいはい、そのもうまだ友達全然いなかったんだけど、はい、片っ端から腕相撲勝負して、はい、勝ったら
殴っていいみたいな肩とかで、ああなるほど、マウントをとりあえず力じゃ俺の方が上だぞっていうのを、はいはいはい、知らしめていく旅みたいな、それによってちょっと自分の自信もなりますしみたいな、自分の選択を選べる状況を作ったっていうことなんですね。そうだね、1年後にはいや傭兵はわがまま好きだよっていうのを南米の人たちに言われるようになって、あよかったっていう、なるほど解決みたいな、とりあえず自分がこう言ったらもうみんなこうしてくれっていう状況の環境作れてたってことなんですね。そうそう、まあ、あいつなんか聞くことはないなって思って、はいはい、せるような、いやそれすごいっすね、しかも腕相撲やったんですよね、しかなかったからね、はい、うん、で喧嘩にするとさ、はい、体格になっちゃうじゃない、あそうですよね、絶妙なね、授業中とかもできるのかもしれない、はいはい、あの中でやっぱじゃあどこの突破口みたいなのを考えつつ自分が一番出せる、もうだからそこからもうちょっと表現者に近かったっていう感覚ですけどね、僕は表現者っていう感覚は全く自分にはなかったけど、はい、それ以外にもいろんなやりたいこととか、なんかこうこれは絶対外せない自分の物語的にっていう時に、はい、やっぱなんかぶつかるものあるじゃん、はい、でその時癖的に、あ突破口ここを抑えれば大丈夫だな、はい、みたいのを感覚的に毎回なんか自分の中で思いついて、はい、それをやりに行くみたいなのは、あ昔からあった、でそれをじゃあ考えて実行に移すだけやみたいな感覚ってことなんですかね。そう、もうそれ死んでも取りに行くみたいな感じのは、まあ所詮小学校中学校のわがままの中の世界の話ではあるんだけど、はいはいはい、当時で言うと例えばさ、そのサッカーの選手、まあ、当時南米の中に世界一のサッカーチームになって、はいはい、トヨタカップとか、はい、スーパーカップとか出てるような、あのいろんな国の代表キャプテンが集まったような、はいはい、っていうチームがあって、そこの試合を見た時ももうわーってなって、熱いと、はい、やっぱ南米スタジアムとか行くと、はい、サッカーもうすごいのよ盛り上がりが、うん、みんな応援席でどんどん太鼓叩いて、ちょっと違いますよね日本と熱狂の仕方が、はい、サポーターの一気に見せられて、はい、でその中ですごい好きになった選手がいて、はい、まあ、一旦はもうその選手を掘るというか、はい、あのいっぱいその過去の試合とかもいっぱい VHS のビデオで見たりとかして、はい、でだんだんうわすげえってファンかっけえなってファンになるんだけど、次の瞬間、はい、どっかその人たちと一番サッカーで勝負したいんだけど、はい、まあ、こっち中1とか中2とかだし全然違う世界にいる人たちってなった瞬間、はい、そこにモヤモヤが出てきて、あそうするともういても立ってもいられなくなって、世の中には俺の憧れの選手とサッカーしてる人たちが勝負してる人たちがいるのに、はい、俺はまあサッカー選手でもないし、あのが緊張だし、はい、できない側の人間っていうのを、はい、我慢するっていうことが多分病的に多分俺できない。そうですよね。さっき話聞いてたサポーターがよりもプレイヤー目線として、そうなんかサッカー選手になりたいとこはそこまで深く考えてないの、はい、この選手ともそしたら俺サッカーで勝負したいって思った瞬間、はい、もう何も他つまんなくなっちゃって、はい、でこれ解決しないと次進めないぞってなって、はい、でそうするとその時で言うと、例えばそのさっき言ったあここをつかめばいけんのねっていうところで言うと、でも相手もサッカー好きでサッカーのプロ選手の世界一のプレイヤーになってるわけだから、はい、絶対サッカー好きだから、はい、サッカーで勝負してよっていうのは絶対向こう的にも OK なはずだと思って、うん、じゃあどうやってっていう時に、じゃあ挑戦状を書けばいいんだと、この思いを伝えて本人が読んでさえくれば、そうですね、俺の夢は絶対叶うっていう話があって、はい、じゃああとはもう渡せれば OK ってなって、はい、でじゃあ選手たちのいるところって言ったらやっぱサッカーって試合会場だなっていうね、はい、スタジアムのところに行ってこれさえあの手この手で渡せれば勝ちみたいな、はい、俺の夢最大の夢かみたいな感じで、はい、本当はなんかその試合終了後にフェンスがそれを乗り越えて警備員に捕まる前までに渡せれば、はい、一旦警備員に捕まっても、はい、後日そこの電話番号に絶対電話してもらえるはずだ、はい、なんだろうねバカだよね中1だから革新的にそう思って、はい、だからあとは警備員よりも早く選手の元に行けるか、はいっていうような勝負だと思ったら、はい、実際やっぱ南米のスタジアムってそういう場がない人たちが入れないのに、はい、超高いところで有刺鉄線ぐるぐるで、ああこれ無理だなと、はい、じゃあでもやっぱ諦めきれないから、はい、であの手この手でも走り回って、はい、したらめっちゃ武骨のなんかでかい扉があって、はい、警備員が2人立ってて、要はおそらくこの中に選手たちの更衣室があると思われるところを見っけて、はい、なるほどこれだと、もうここさえ通れればはい、もう願いは叶う、はい、と思って、あとはここをどう通るかだなと思って、はい、一旦はなんだろう
素通り、はい、普通にしれっと入ろうとして、はい、でやっぱ警備員捕まって、はい、で何してんだと、はい、手紙見せて、いや選手にどうしてもこれを渡さなきゃいけなくてって言う。で警備員の人たちが、いやいや我々はそういう人を通さないためにここに立ってるんだって言われて、はい、ですよ、はいはい、そうなんですよと分かると、で一旦ちょっとあやっぱダメかってなるんだけど、はい、そうするともう一人のこう、まあ、本人が書いてるキングと呼ばれる超わがままな、はい、純度 100% のわがままの自分が出てきて、あ引くんだっていう、だから別の警備員止められたからお前の夢叶わないんじゃなくて、はい、お前そこで引いたから叶わない、はい、っていうことでいいんですよねみたいな感じのものが脳内であるして、いや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 と、でよくよく考えれば警備員が俺を通さない、はい、通したくないっていうのも向こうのわがままだよな、はいはいはい、と思って、で通りたいっていうこっちもわがままだけど、うん、なんか通すことによってボスとかに上司とかに怒られたくないっていうのは向こうのわがままじゃんと、っていうことは得意なジャンルと、はい、わがままさえ貫ければ通れる、はい、夢かなう余裕と思って、なるほど、その時はね、まあその時も英語とスペイン語を混ぜながら、はい、多分日本語とかも入っちゃってたと思うんだけど、はい、自分はもう地球の南米から見たら地球の丸い日本ってとこから来て、はい、コロコロのチームの選手たちの試合を見てめっちゃ熱くなって、はい、で今人生最大の夢がこの手紙を渡して、はい、あの選手とこう勝負をすることだと、はい、で今自分は何歳こうこうこうで一人で来た、であなたたちは俺を通したところで、はい、上司にちょっと怒られるぐらいでしょでちょっと怒られたことがないがために地球の真裏から来たこんなが緊張の壮大なる夢を潰すなんて、はい、マジラテンじゃねえなみたいななんか話をしたら、奇跡的にその警備員がまあまあちょっとはしょると、はい、まあ、そんなのチリ人じゃないとかなんとか、はいはい、多少ちょっと挑発的な感じでも言ったら、はい、南米の人からすると熱くないって言われるのは真に等しいみたいな感じだから、はい、見てないか入れみたいな感じで、はい、でそっからも出してて更衣室にこれ行ったら、はい、バーって更衣室のとこ入ってったら、もういろんな国の代表のキャプテンがフルチンで、はい、試合後なんかもうちょうどコロコロ勝ったからわーって盛り上がってて、はい、来たーと思ってフルチンがもう勢ぞろい、もうでその中で一番憧れのガブリエル・コカ・メンドーサっていう人がいて、はい、その人のところにバーって走ってって、俺と勝負してくださいってこう渡したら、はい、はってなるんだけど、はい、その手紙を見て読んでくれて、そしたら選手同士で回しがこんなやつ来たぞみたいな感じで、要はそういうスタジアムになんか挑戦状を持って忍び込むやつっていうのが初めてだったらしくて、まあいないですね、でそしたらまあやっぱ南米の人ノリいいから、明日このスタジアムでチーム練習があるからそこに来いと、全員1対1で勝負してやる、逃げんなよみたいな感じになって、で翌日も憧れの選手たちが順番に1対1して勝負してくれるみたいな夢のような感じの、はい、中1か中2ぐらいの時に、もうそんなもんかっこいいってヒーローっすよね。そうなんかね、作戦を立てた時に、いやこの手紙を渡しに行こうと思うんだって、まあ、友達に話して、はいはい、したらいや絶対無理みたいな、普通はこうやろみたいな、そうそうそう、まあ、普通やったら普通反対されるというか、そんなありへんって、うん、そこでなんかこう普通やったらそうやけど普通じゃない人生自分は生きるんだみたいな、なんかこうそういう問いがあったじゃないですか、うんうん、本の中でも、うんうん、だからそれはやっぱ漫画みたいな人生を生きたいからっていう意味で、うん、そのなんていうんですか、ドラマティックな展開の奇跡を起こしたいっていうのが自分の中でのマインドであったっていうことなんですかね、うんうん、だからその時その時はもうそれが全てになってるから、はい、こうこの物語でこれが起こらないのはありえないみたいな、はい、あの感覚で、はい、世の中には例えばその人たちとサッカーで勝負できる人とできない人がいるときに、あ自分はそういう場にはたなんかそういうことはできない側の人生物語なんだって認めることができないから、はいはい、どっか多分その物語の編集者的な視点もあるのかもしれない、はいはい、うん、でも絶対それは必要だよねって、まあ、それが一つキングでもあるのかもしれないけど、でやっぱできたでしょって一つ一つの、そんなんが小5ぐらいからずっとなんかこう、はい、細かいものがいっぱいあって、はい、でやっぱ結局その何かがじゃあ結局叶いませんっていうのは相手次第、相手のせいとかこう世の中とか、はい、誰々がダメと言ったからではなく自分がそこで引いたからだよねっていうルール、はい、まあ感覚は多分ずっと、ああなるほど、プラスそういう成功体験じゃないですけど自分の突破力で、何も成功体験でもないけどね1対1全部負けてるし、いやでもあえて普
通の人は偉い人にいきなり自分で突破していくっていうのはかなりな。でもこの本に書いてる、まあ、いろんななんかそういうエピソードって、はい、一個もやる必要のないことばっかだから、はい、こう成功体験からはもう全然かけ離れちゃって、はい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 、なんかこう多分ジョー君とかもそうだと思うんだけど、はい、挑戦フェチみたいなとこあるでしょ、はいがゆえにっていうところでやってるだけで、はい、世の中のためになるとか成功につながるとかっていうことと1ミクロも関係ないところで必死になってるっていう。いやそうですね、うんうん、はい、まあ、結果的にそれのおかげで、はい、これがつながったっていうのは後々からいっぱいあるんだけど、はいはいはい、その瞬間で言うと全くね、まず物語を通して進むってものすごい根拠のない自信で、でそれをバーン突破力でよっしゃ行くぞって言って、あじゃあ一回壁にぶつかってバーンってこう、あちょっと傷できたけど、まあ、これぐらいやったんじゃあ次はこの角度から攻めようみたいな、うん、しかもそこに対して努力いるってなっても、うん、なんか短期で超集中で、うんうん、ものすごい努力を短期間でやるじゃないですか、うんうんうん、でそっからちょっと普通じゃありえない伝説っていうんですかね、うん、はい、あのさっきもそうですけど絶対会えないような人に会えるとかっていう、そういう漫画みたいなドラマ、もう漫画読んでる感覚やったんですよ、映画読んでるような感覚というか、あの僕とすごく共通してたなと思ったのは、それこそさっきの話とも似てたんですけど、あのボクシング の、はい、あの世界チャンピオンの徳山さんに挑戦するっていう、はいはいはい、で会えるっていう存在でもないですし、知り合いでもなくてみたいな、じゃあどうやったら会えるのかみたいなのを考え始めてっていう、あそこのストーリーがすごくなんか共通してて、そうだよね、なかなか世界チャンピオンにボコられるっていう経験をこうだよねって、はい、こう共感し合えるってあんまないじゃん、はい、そうですね、まず戦えないですもんね。さっきちょうどそのジョー君の方のインタビューの方でも全部その辺亀田さんと の、はい、あの挑戦までのとかあの物語を聞かせてもらって、はい、うん、僕の場合はだってオーディションっていうのがあって、はいはい、で受かったのは奇跡やったとは思うんですけど、うん、でもそれでもそのオーディションない中で、さあじゃあちょっと男たるやんみたいな、世界チャンピオンと一回交えたいみたいな、あもうなんかね、そういうあれっていうよりももう本当その場の、はい、俺の場合は後楽園にたまたま誘われてボクシング初めて生観戦見に行ったの、はいはい、でそしたら当時24、5ぐらいで、はい、同い年ぐらいの人がなんか命がけでバッチバチに戦ってんのを見て、はい、当時俺サラリーマンだったから、はい、同世代でこんなリングで命かけて戦ってるそんな熱い人生を歩んでる人たちがいるんだ、はい、でよくよく考えるとちっちゃい時って強いヒーローとかね、戦隊ものとか含め憧れるじゃん、はいはい、なのに自分は戦うとかそういうのとは無縁な人生を気がついたら歩んでたんだなっていうことにその時気づいて、それまで K-1 とか格闘技をテレビとかで見るのすごい好きだったの、はい、なんだけどでも昔憧れてたよなって戦うこととか、はいはい、でも24、5歳で前にスーツ着て仕事行ってどうこうのタイミングでそれを見た時に、あ、挑んでもいないのに、はい、なんかスルーしてたんだその夢みたい な、 あなるほど、夢っていうほどその別にボクシングジムに通うわけでもなく、はいはいはい、何かをしたわけじゃないけど、はい、憧れたよなっていう、そういう戦う人生物語に一度描いたよなその夢みたいな時に、あな、はい、あなんか挑みもしないでスルーするって、はい、マジもうなんか死んだ方がいいんじゃないかなっていうそこまで考えるもう思って、はい、うわー、まあ、ほとんどの人たちはスルーしてるけど それでもちょっとそれがその瞬間手紙書いてて、はいはい、その当時もう世界最強のチャンピオンと言われたら弓道防衛中の徳山さんに会ったこともなかったけど、はい、手紙書いて、はい、まあ、その事情の話を書いてなんとか僕と戦って、もう要は一度落とし前つけるしかない、はい、自分に対してっていうんで、はい、もう全て自分の中のね、もうこれは物語絶対一回落とし前つけておかないと、はい、今後も一度描いた夢とかをなんか挑まずにスルーするっていうのはありになっちゃうから、うん、それはダメだ、はい、からやっぱり言っとかないと、自分が自分であるためにやるしかないっていう感じだったんですね。で手紙をあれして、でも知り合いがいないから、はい、いる仲間の中で一番まだボクシング詳しい人に渡し、これをなんとか徳山さんに届けてくれると、はいはい、でそしたら半年後ぐらいに徳山さんに手紙が届いて、はいはい、ある日突然電話が鳴って、はい、徳山です、はい、どちらの徳山さんみたいな、はい、あのチャンピオンの徳山さんだってなって、はい、で徳山さんはあの9度目の防衛戦のナバーロ戦の
もう控えてたから、はい、もう取材とかもシャットアウトしてるから、はい、手紙ありがとうと、お礼だけは言いたくてと、はい、ただ戦うのは無理だけど、はい、お礼は自分で言おうと思って、でわざわざ電話してきてくださって、はい、でその時はもうあまりの突然の出来事だから、はい、あ、わざわざ電話ありがとうございます、試合頑張ってください、どうこうどうで、はい、ありがとうございますっつって電話を切って、はい、すげえ徳山さんから電話だの感動が2秒ぐらい来て、はい、でもあの手紙叶わなかったんだっていう、はい、今度悔しさが来て、はい、普通なら諦めるところやっぱまたその問いが来るんですね。おってなって、はい、30秒後にリダイヤルみたいな、あ、なるほど、してで徳山さんがまた出て、はい、どうした、あ、すいません徳山さん、はい、あれからっても30秒しか経ってないんだけど、はい、あの手この手で諦めようと、はい、こう手を尽くしたんですけども、どうやら僕諦めることができないみたいなので、はい、どうやったら実現できるかを一緒に考えてくださいってお願いをして、はい、じゃあ徳山さんからしたらはみたいな感じで、そうですね、はい、でも結局じゃあその世界戦のあと1週間後であればっていう話を言ってもらって、はい、で、まあ、結論で言うとフルボッコにされて、はい、でもさっきそのジョー君のインタビューのところで亀田さんとの、はい、その後亀田さんと仲良くなってとか、はい、お前頑張ってんなとか頑張れよとか事前に言ってもらえるとか、はい、めっちゃ迎えられてんなみたいな、まあ、はい、そもそもオーディションだから、はい、向こう来てください挑戦受け付けますよ、はいはい、こっち受け付けてないとこに行っちゃったから、はい、そのやる当日もうね世界戦に集中しすぎて俺との電話あんま覚えてないの。亀田さんピリピリしピリピリしまくってて世界戦前はそうだから会場に行った時に、あのジム借りてもらってリング借りてもらった時にもうまず お前誰やねんっていうところから誰やねん空気迎え入れられるウェルカムの空気ゼロで、はい、なんで俺がお前と戦わなきゃいけないんだ、はい、っていうところからまたリスタートで、はい、えそっからと思ってですごいなんかピリピリしててで、はい、素人のパンチが一番危ないと、はい、ああ予測不可能だと、はい、でこっちに、まあ、何のメリットもないっていう、はい、まあそうですよね、そうそうそう、もし何かあったら怪我したらとかそう、はい、ですよねとしか言いようがないんだけど、はい、いや実はってまたゼロから話をして、はい、そしたら徳山さんが「分かったやったる」と「じゃあ1時間アップする時間くれ」って言われて、はい、そっから1時間入念にアップして「そこまでちゃんとする?」って今度逆にビビっちゃって、はい、うわーって思ってもう何だろうなピリピリの緊張感で、はい、そっちに目線向けないみたいな、はい、でこっちもなんかアップしてるふりしながら途中でもう徳山さん準備完了になってリングに上がってでいやこっち準備できたからそっちのターン呼んでゴング鳴らすからって言われた瞬間、はい、こっちはちょっと引き伸ばしてるのこうやってまだちょっとアップしたりな、はい余裕を込んでしながら、はい、でここで準備できましたって言った瞬間俺死ぬなっていう、はい、なんかねその時の感覚で言うと野生のライオンを無理くりそこのリングに上げてきてあのライオンを叩いてこいって言われてる感覚、はい、絶対死ぬよねっていう、はい、その瞬間なんか人生で初めて恐怖、うん、あ絶対殺されるなっていうまあ OK ですやりましょうって言った瞬間俺死ぬんだって思って、はい、そっからもう走馬灯のようにそもそもなんで俺ここに立ってんだって一地製作所のサラリーマン財務に言う、はい、一なんかサラリーマンなんだけどななんで俺ここで自分で選んだけども、はい、なんでこのグローブをしてるんだみたいななんかいやその瞬間僕結構好きですね自分でちょっと整理しながら、はい、そうだなこれはちょっと自分に落とし前をつければだとか、はい、なんかよくこう自分の中でこうよし行きましょうって思ってからの3ラウンド、はい、地獄もう地獄なんだろうな一発目にボディでのた打ち回った時にもうスパーンって決められて、はい、なんだろうなもうチンコ取れたよりもひどいダメージなんかいや分かんないですよね全然分かんないチンコ取れたよりひどいダメージ分かんないマジかって初めてだったからそこまでのね、はい、パンチを食らうのがだそれ経験できるって素人が経験できないですもんねでもね、はい、俺はあの迎え入れられてない招かざる客として行ってるから、はい、その瞬間俺は人生最大の苦しみを味わってるのにその2秒後ぐらいに徳山さんがほらすぐ立てと、はい、で男っていうのはボディで意識は飛ばないとあまあそうです、ね、ボディは耐えれるから板倒れすんなと意識飛ばない限りはすぐ立てと、うん、っていうふうに言われてすぐ立たされて、はい、よっしゃっつって立った瞬間またボディバーンって蹴られてうわーっつって想像するだけです
もうね、ルール関係なく3ラウンドで8回倒された。そうなんですね。やばいっすね。ひどかった。はい、あの、普通に考えたら無意味なんですけどね。でも自分の中でこういう憧れっていうのができたりとか、これやるんだっていう風なことがあったら、もう自分が自分であり続けるために絶対これはいったろうっていう風な。でも唯一、はい、まあ、うちら以外の人があんまり知らないうちらは秘密を知ってて、はい、あの、俺は普段内緒にしてんだけど、はい、多分うちらは実感としてね、身をもって、はい、あの、他の人が知らない秘密をね、ボクサーの秘密を知ってる、はい、世界チャンピオンってその時学んだのは、はい、めっちゃ強いんだなっていうことを。いや、みんな、いや、そうなんですよ。みんなね、想像はしてると思う。皆さん多分実感できることはないと思うんですけど、ないって言ったらないんですけど、普通は、うん、でもそれを分かったってことですよね。だって普通だったらみんな、まあ、チャンピオンそれは強いよって言われるんだけど、それお前決めつけてるだけだろうと、やったんかと、自分より本当に強いかっていうのを、本当に強いぞと知らんだろっていう。わかります。僕もあの地元の友達とか視聴者さんとかにパッて会った時によく聞かれる質問は、カメラコークさんってさ、あれほんまに強いガチで強かったとかよく質問されるんですよね。強いと実感として それしかないよね。そうですね。ただただ強い。でもその感覚知ってるってそれもすごい強いですよね。うん、そう自信になりましたよね。だから逆にそっから海外とかちょっと治安悪いとかで、はい、なんかオランダとか行って、はい、なんかすげえでかい人とかに絡まれても、はい、まあでも徳山さんよりは絶対お前弱いと。いや、わかります。2メートル身長あろうが、はい、徳山さんよりはお前弱いからっていうなんか安心感が、まあ勝ててないからどうにもなれないんだけど。なんかいろいろ挑戦とかしたりとかしたらドキドキする瞬間ってあるじゃないですか。うん、一歩踏み出す前とか、うん。いやでもあの時のあれに比べたら俺全然いけるな今回はみたいな風に思えるんで、うん、そういう風な実感として肌で感じたってことですよね。うん、もう世界チャンピオンと戦ったっていうのを一つ。まあでも結局同じステージに立てたわけじゃないから、はい、彼らは本当にこうボクサーの世界でこう世界チャンピオンになったのと同じリングで一回例えば戦わせてもらうのは全然同じステージじゃないからとか、はい、でもね20代だとわからないじゃん。はい、で後からねそこで戦っていやもう全然すごいステージにで戦ってそういう本当世界チャンピオンって人間としても含めて本当すごいっていうリスペクトが生まれて、でその時にやっぱこう自伝とかを出す人間とかってもちろんボクシングじゃ勝てないんだけれども、はい、じゃあ俺この人に何で負けちゃいけないんだろうっていうことを考えた時にその言葉めっちゃ好きでしょ。あ物語の主人公として、はい、その物語と主人公は絶対相手が世界チャンピオンでもそこに関しては負けちゃいけないっていうのがなんか再確認というか、うん、あそこもうそれ以外全部負けてもいいけどそこだけは絶対負けちゃいけないっていうのが一つなんかこう明確になったというか。あなるほど、うん、まあ、だって自分以外の自分がだって自分の人生の主役ですもんね。そうそうそう、それ以外はだって主人公ではない人たちですもんね。エキストラだから、ね、そうですね。そうそうそう、徳山さんですらエキストラってことですよね。陽平さんの人生の中では。そうそうそう、この本の中で徳山さんの漫画のね、はい、田中明夫さんとシャモの著者の人が漫画にしてくださって、ああそうですね、はい、徳山さんとその戦うところがあるんだけど徳山さんめっちゃ、まあ、主人公俺だからこの本では、はいはい、めっちゃ悪者みたいな殺人鬼みたいな顔になってますよ。本人これ刑務所から出てきたのサウのいっちゃん悪いやつじゃんみたいな。ヨエさんめっちゃかっこよく描かれてます。そうで、さあ主人公だからさ、まあ、そうですよね。そうそうそう、だってガクトさんもなんか帯で書いてたじゃないですか。いやちょっと実際の傭兵よりも100倍かっこいいじゃないですか。漫画の傭兵ってみたいな。そう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 。主人公だしっていう。その主人公理論がすごく好きで、でも多分ほとんどの人たちはどっかのタイミングで、やっぱ普通やったらここできひんなっていう意味で、主人公じゃない道のりに行くと思うんですよ、うん。そこを自分の主人公として貫いてるっていうところが、すごくなんか共感もしましたし、うん、あ、改めてこれでいいんだっていうふうに僕は思えたんですよ。うん、なんかさっきジョー君のインタビュー聞いててめっちゃ被るエピソードとか、はいはい、だから旅とかも尊敬、そう旅とかもそうだし、はい、本とかもそうだよね、はい、20代前半で、はい、いや本出したいって、はい、その自費出版してまで出すとかさ、はい、多少手段は違えどなんかもうこれ絶対やるみたいななんかポイントが、はい、同じエピソードも多いし、はい、それこそ俺の中ではねさっき、はい、いろいろ話を聞いて、はい、今まで同じ例えば大学とか高校とか卒業した人に対して、はい、仲間意識とか全くなくて、はい、まあ、別にそこに何を学んだって大きなものを感じてなかったから、はい、あんま何でもないものって思ってたんだけど、はい、唯一その三代目大竹浜田茂雄さんの説教を食らったことがある、はい、
まあ、ご指導をいただいたことがあるというところで、はいはい、あの説教って言ったら僕後々怖いんで、そうだね、今のカットしてもらって、大先輩が共通してあの人生のご指導をいただいたり、あの可愛がっていただいたっていう話とかを聞いて、はい、あ、初めてなんか同じ大学卒みたいな、あの魚竹大学卒のなんて仲間意識というか、そうですね、うん、もういろんなご指導をいただきました、ね、ちょっと僕ちょっと背筋伸びたんですけど、そうそう、ね、まあ、ピンマイナスをカットするかどうか別として、いやいや、でも魚竹大学の人はやっぱみんな自伝も出すし、やっぱ格闘技好きだし、やっぱやりたいことで飯を食うしっていうね、やっぱそこなんだろうね、まあ、しかも、うん、何もないところからゼロからそうやって根拠のない自信で自分の突破口を行動で開いて、でも無理なんかそうなんじゃないのかっていう選択の中で、でも俺はこうなんだっていうのを貫いて、かつそれも職業かつ生き方にして生活でもそれで成り立ってるっていう人って、すごい僕も憧れが強かったんで、そういう意味で魚竹さんっていう人たち、魚竹さんや高橋歩さんやそういう方々に僕もやっぱりこう教えていただいたところがあるんですけど、陽平さんもそういう方々とどんつながって一緒にお仕事してるっていう意味で、そういう人たち、ね、共通の知り合いだもんね、はい、そういうところで僕すごくこうこの本を読んでて、ストーリーもそうですし、マインドもそうですし、共感できたんで、うん、なんか俺ね、そのさっきインタビュー聞いてた時に、はい、ジョー君がその大人社会人になった時に人生のメニューみたいなキーワード出た時に、はいはい、俺も同じこと思って、はい、ジョー君もなんか高校とかさ、めっちゃ進学校だったんでしょ、はい、で俺もなんかそういういわゆるレールというのかな、はい、その学歴社会的なレールをわーっと言ってて、はい、で俺もう要領良かったからそれちゃんとこなしてたの、はい、である日突然、まあ、本当大学とかも遊びまくってて、はい、3年生4年生ぐらいの時かな、その就職活動みたいな急に、はい、そのタイミングになった時に、はい、あれっていう、はい、メニューこれだけみたいな、あ、なるほど、なんか会社なんかまだ生き方選んでないのに、なんか会社就職先選ばされるっていうこの違和感、だってもうほとんどの人たち多分そうですもんね、そう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 、多分これ見てる人たちも1個しかない人たちって多いですよね、そうそうそう、でその1個で悩んじゃったら、じゃあもうどこ見ていいか分かんなくなるっていう、そうそうそう、で本当は就職先を選ぶよりも、はい、なんか自分の生き方を先に選ぶ方が絶対重要ね。でジョー君の場合自分でさ、それをさ沖縄に問い合わせてとかっていうとこから突破口をあれしたじゃん、はい、俺何も考えないで行ったから、大学普通に卒業して就職活動です、はい、で、え20年ぐらいなんかその敷かれたこの道行けば幸せと言われるレールをちゃんとなんかこなしたのに、選択肢なんか何々会社に何どの会社にしますかっていう、はい、選択肢ないじゃんっていうのはなんか衝撃的だった、なんか何も考えさせられる前に選択肢がもう一択というかほぼ一択じゃない、もう就職先はもうどれも一緒なもんって考えたら、で俺はそのままサラリーマンになって、はい、でもやっぱやりたいことはいっぱいねあるからと、はい、でまあ、それをね我慢する感覚もなく、はい、サラリーマンやりながら店やったり本出したりとか、はい、その徳山さんとはあったんだけど、はい、でもプロじゃないじゃん、はい、それで食ってってるわけではない、あ、副業っていう形になるんですかね、やりたいこと、まあ、副業ですらないけど、はいはいはい、やりたいことはもちろんやっている、はい、けれどもドラクエでいう職業を問われるならばサラリーマンだよねっていう感じの、はい、で俺の場合結婚して子供生まれたタイミングでちゃんと考えようと、こう生き方とか、はい、もうもちろんやりたいことをわがままを含めやりたいことはもちろんできてるし仕事もまあ充実はしてるんだけれども、ドラクエで言ったらなんか戦士とか僧侶とか勇者とかなんかいろいろある中で、はいはい、俺サラリーマン選んだ記憶ねえんだけどな、あ、なるほど、っていう、でもドラクエってすごいのはこう初期のね選べる職業のときに遊び人っていうのもちゃんと職業に入れてくれてんだよね、はい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 、で、あ、遊び人って、はい、そういえばドラクエでも立派な職業だったよなってなって、当時日立製作所の財務ってめっちゃお堅いところに勤めてたんだけど、はい、遊びも仕事になるんじゃねえみたいな、はいはいはい、やりたいこと全部やってそれでお金回ってそれで家族食わせたら最高だなって思って、はい、でその最高を目指さずに行っちゃうのはマジ物語的にヤバくないみたいな、たとえ今幸せと言えてもやりたいこといろいろやっててもそこなんか譲っちゃったらヤバくないっていうのがあって、そうで俺はちょっと遅咲きだよね、本とか店とかもちろんやってはいたけど
会社を辞めて独立するっていうのは、はい、1冊目の本出した後は27、8歳ぐらいかな時に今のこのノースビレッジっていう、まあ、もともと出版社から始まって、はい、本をたまたまそのたまたまというか、まあ、それも自分も本を出したいっていうんで 出してその経験をさせてもらった時にすごい楽しかったからこれを、まあ、自分の自伝含めてそれを仕事にしようっていう時に、はい、なんか出版社を自分でやってやりたい本出しまくって会いたい人会いまくってあ仕事バーンやめてもうそっから家族を売って子供もおるのにいきなり出版社を借金して立ち上げるみたいなそう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 。それギャーン買いましたねサラリーマンの職業からギャーン遊びに行ってこう結構勇気いることやと思うんですけどきっかけはね子供の名前を決めていいっていうところだったの立ち会い出産で子供初めて抱いた時に、はい、この子って生きるも死ぬも自分次第で、はい、今日俺がこの後名前を決めたらそれで一生呼ばれるんだ、はいはい、ってなった時になんかすごい自由を感じて、はい、自由になった気がしてその無限の責任があるじゃん、うん、自分が今名付けたものを一生この子はそう呼ばれながら何万回って呼ばれながら生きていくんだ、うんうんうん、もうその子の生きる死ぬも自分の責任ってなった時にでその名前すら決めていいんだっていう時にすごい自由を感じて普通なんか子供とか結婚とか子供持つと不自由なんか義務とかさ、はい、よく言われてますけどね、うん、で俺逆にすごい自由を感じて、はい、あ何でも自分で決めていいんだその代わり全責任お前なみたいなこの赤ちゃんの責任はお前なみたいなのがすごい解放された感じで自由になってじゃあ全部決めようみたいなでその自由な感じを感じ続けるられる人生以外は絶対もうやんないって決めて、うん、じゃあ一番やりたいことなんだっていうんで自分の船を持とうっていう、はい、もう自分が船長で右行くも左行くも自分次第のものを持ってそれで自分の物語を続けるんだと思って出版社としてスタートした、うん、なるほどすっごい決断好きよねそっから借金もありつつでもそこから出版社を軌道に乗せていくっていうことですもんね日立製作所にいた時俺6万しかなかったからさ貯金が貯金って言うのかな貯金言わないですね言わないね、はい、6万円しかなくて出版社どうやって作るんだみたいなでも出版社がいくらかかるとかも知らなかったから、はい、こうなんだろうだからよかったのかなやっぱ覚悟がやっぱその肝が座ってるというか子供おる状態でもその6万とかなんでも、あ、でもね、それね俺がどうこうよりも奥さんがすごかったなんか子供生まれたタイミングで旦那さん会社員辞めますで仕事辞めますで借金しますで全部言わなかったの、はい、全部もう会社辞めること決めて出版社やること決めてで、6万しかなかったからこれじゃあ、まあ、印刷もできないっていうんで1600万借金してきて、はいはい、で借金したタイミングで奥さんに、まあ、まだこう子供をこういうのあやしてる奥さんにちょっと話があるんだけどっていうふうに言ったのわがままがすごいですね1700万円後から事後報告ってことですよねで奥さんにいや実は会社を辞めようと思うんだって言ったらふーんって言われてで奥さん結構年上でドーンと構えてる人だからそこまでは想像したの会社辞めるぐらいじゃ動じないだろうなと、はいはい、で出版社やろうと思うんだへーって言われて、はい、まあ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 そこまではまあこの奥さんだったらあるかな、はいはい、で1600万借金してきましたっていうふうに言ったらまたふーんって言われてえふーんみたいな、なるほど、おまあ一応伝えたぞと思って、はい、でそのままこう辞表を出したりなんやとかしててで2週間後ぐらいに奥さんからでその1600万の借金って月いくらの返済なのみたいな感じで言われてえなんでって言ったらいやもしあなたがなんか家族だから何かあって例えば死んじゃったりとかしたら私が返すわけだから月いくらっていう覚悟はしとこうと思って、はい、って言われてで、まあ、無担保無保証だから俺死んだら返さなくても大丈夫だよっていうふうに言ったら、はい、いやそれは筋が違うからいくらか教えてくれればいいからって言って、はい、いくらいくらって言ったら、はい、ふーん分かった以上強っかっこいいと思ってすごいなぁ知らせても奥さんのおかげで、ね、あだからこそもっと自由を感じるためにで逆にもう逃げ道ないというかこれでできなかったらこれで引いたらもう完全俺のせい奥さんのためとか家族のためとか何も言えねえみたいないや逃げ場をなくすっていいかもしれないですねそういう意味で奥さんがまあバッチリ俺的には、はい、もう奥様のおかげですみたいな、はい、感じでなるほどうんそれ以後もやっぱ出版社ってさなんか
本出してからもう入金まで7ヶ月後とか6ヶ月、はい、7ヶ月かかって、はい、かつその次の本出さないと生産されないから今でこそこうお店とかさ、はい、お店とかなんかいろいろやってるけど当時何もないから、はい、なんか初めの1年2年って入金ほぼないの、はい、でも支払いは印刷費とか印税料はないとかかかるから、はい、毎月300万400万とか支払いがあって、はい、でもこっちはもう1600万はね初めの数ヶ月で全部なくなっちゃって、はい、でそっから本当に実は金が全くない時期が実はあったんだけど奥さんとかも何も聞かないでくれてて、はい、奥さんとは唯一の約束がお金のことに関しては一度でもなんか俺が必要な額を月いくらとか決めてない、はい、必要な額を言ってくれば渡すから一度でもそれで払えないことがあったら初めてお金の話しようってそれまで自由にさせてっていう話をしてて、はい、でその自由をキープするためには絶対金に困るわけにはいかないって言ってて、もう初めの2年半はね もはや、まあ、本は作ってたんだけど、はい、入金ないから毎月300、400万、500万稼ぐ、はい、何でもや、はい、あジョー君とかもさ路上に出てとかさ、はい、パーを募ってないよとかさ、はい、なんかすごいその感覚もやりたいことやるためにでも金全くないけど夢はでかいけど財布こんなちっちゃいみたいな感じでやってた2年半ぐらいかな、まあ、いつかベストセラーの本が出ればなんとかなるでしょ。なるほど。今までのあれはもう本当何でもやとして、はい、人と会う国にね会うと、はい、もうどうお金を作るかっていうマインドになってるの、うん、だから例えばじゃあジョー君じゃなくてもジョー君の知り合いで社長さんがいるって言うと紹介してくんないみたいな、で紹介してもらったらもうそこに行ったらもう完全支援論になる、うん、あの社長さんに実はと今週400万振り込んでほしいですと、その代わりあなたの願いを一つ叶えない自分の支援論というの、はい、そうすると初めて会う人だから、はい、お前何言ってんのみたいな空気が流れない、はい、いやいや分かってますと、あの無理難題でもいいんで違法じゃなければ何でもやるんで、はい、自分の会社なりチームなりでこれさえできればこんなチャンスがあるのになっていうのを1個言ってくださいと、はい、でそれを速攻で僕夢を叶える天才なんで、うん、それを叶えるんで叶えたら絶対その翌日にそのお金を振り込んでくださいっていうのを毎月で人の夢を叶えていったってことですかね。その今夢っていうか例えば帽子屋さんで4万個の帽子が不良在庫で余ってますみたいなこと言ったらすぐできますみたいな感じで売ったりとか、ひどい時なんてねちっちゃい 4,5 人でやってる広告代理店みたいなところからは某大企業のテレビ年間契約取ったら払うよみたいな、まあこっちはね何でも叶えますって言っちゃってるから、出版社ですよね、その時も出版社やけども、そっそうだね、ちょっとお金に困った出版社みたいな感じでこう当てがないとこで300万、400万、500万稼ぐっていうのを毎月2年半でも別にそんな悲壮感とかなかったけど、あのゲーム感覚、はい、バラモス倒したら翌月のゾーマの角が覗いてるみたいな、はい、なんか結構無理ゲーだなと思ったけど、はい、なんか出版社やるってすげえ金かかんだなみたいな、だってその、まあ、著者の方々がまだいない状況で、はいはい、そっから著者をなんかすごい面白い生き方の人たちだけど、そうそうそう、口説きながらもうそれは全力でやって、でそれ以外の時間で金稼ぎをやるみたいな。なるほど。2年半、そこで高橋歩さんであったりとか、そう歩さんが一つのターニングポイントで、うちでの初のベストセラー高橋歩さんだったの。そうで歩さんは当時、まあ、サンクチュアリ出版を作って、その後 A-WORKS っていうのは自分で出版社やってて、はいはい、でまあ、出せば10万部硬いでしょって言われるような出版社の社長さんで、はい、まあ、M さんのことももちろん知ってたし、はい、でも M さんって自分で出版社やってるから、はい、M さんの本を仮にうちで出したら、はい、M さんの会社の本の売り上げ1年分飛ぶみたいな、はい、億単位の話じゃん、そうですね、だから、まあ、本当にで本を作るのも向こうの方経験値があるわけで、はい、うちで出す意味がマジないっていうところで、はいはい、でももうベストセラーを仕込まないと、はい、永遠と自分は何でも屋として生きていかないといけないから、はい、まあ、ミッションが出版社としてやりながらベストセラーを仕込むっていうのと、次々の何百万っていう支払いを一回もミスしないでこうクリアするっていうのが、なんか同時並行の中で 2,3 個のゲームを同時並行でやってるみたいな感じで、はい、そのうちの一つがもう要はベストセラーを確実に仕込むっていうところで、はい、アイムさんの本を出させてもらうっていうんで、
で、あゆみさんのところに行って、あゆみさんに、まあ、お願いをしに行くんだけど、やっぱそんな甘いもんじゃないじゃん。はい、いやいや、自分で出版社あるし、っていうとこなんだけど、その時に、その時今でも覚えてるね。もう今日絶対あゆみさんにお願いしようと。あゆみさんのアポ取って、で、ラウンジのVIPルーム取って、今日こそあゆみさんに本をお願いするぞ、と思って。絶対反対されるんだろうな、はい、と思いながら、あゆみさんはじめなんかこう、飲みながらわちゃわちゃ話をしてて、で途中で多分空気を察したんだろうね。ちょうど某大手出版社の社長さんがあゆみさんのところに来て、なんかあゆみさんの本をって言われたけど断ったんだよね、だって俺出版社自分でやってるから、はい、他で出す意味マジないじゃん、はい、みたいな話をもうなんか先手で多分あゆみさんの野生の勘でね、はい、先にそれを言われて、でもうしょうがない、これもうバレてるから言うしかないと思って、いやあゆみさん実は俺あゆみさんにすごいお願いしたいことがあるんですと、でなんだけどあやみさん自分で出版社もやってるしなかなかそのお願い言いづらいと、はい、でずっと遠慮しちゃってると、ただ自分は自分のやりたいことを全部叶えるためにノースブリッジって会社を作ったのに、ここであやみさんに申し訳ないからでお願いをしないのはなんかこうお願いしおしみをするのはなんか違うと思うと、なのであやみさん今から僕はお願いをあやみさんにお願いしたいことを全部しますと、そのでそれを全部叶えてください、はい、その代わりあやむさんのお願いを全部聞きますと、はい、なのでお願いしおしみをやめる同盟を結びませんか、なるほど、であやむさんは基本的にそんな本なんて受けるメリットもないし、はい、あれなんだけどあやむさんってさそういう意味不明なキーワード好きじゃん、はい、何それから入ったら、あ何それ来たと思って、いやお願いしおしみをやめる同盟ってその瞬間に思いついたことなんだけどっていうのはっていう、それぞれ、まあ、自分なら自分で、はい、これさえできればって、あゆむさんあゆむさんでいろんなことをやってるけど、はい、自分のチームでまだ叶えれてないものとかこれさえできればスムーズに次の夢が叶うのにってあるはずですと、はい、それ全部俺に振ってくださいと、俺全部叶えるんであゆむさんも俺の夢全部叶えてくださいっていう話をして、今から紙を渡すんでここにお願いしたいこと全部書きましょうと、はい、で交換し合って握手できたらそれを叶えるっていう感じで、はい、なるほど、はぁ、あ、みたいな、まあでもとりあえず書いてみようって感じで書いて、で、じゃあ僕書き終わりましたと、で、あゆみさん、あ、いいよっつって、じゃあ一斉のせって渡した瞬間、俺は紙を見ないで、俺覚悟決まりましたって、ね、握手をして、はい、そしたらあゆみさんほら男気スイッチさ押さざるを得ない人だから、はいはい、あそのタイミングが良かったんだろうね、読んで検討がなくこう、あ、俺もう覚悟決まってるんだよ、あゆみさん覚悟決まったら握手してくださいっていうふうに言ったら、はめられたって感じで、ね、まあまあそれでまったみたいな感じでやってくれて、でそれが初めてのなんか10万部みたいな、でそれでも今でさえそのノースビレッジ行ったら大竹さんであったりあやむさんとかガクトさんとか、はい、で、久保塚さんもそうですし、でそこで今悪あがきが並んでるわけじゃないですか、はい、ここで僕呼んだ時にパッて直感で思ったんが、もう今日ここでお願いしようと思うんですけど、次僕飲んだしてください、ぜひ。うわーマジっすか、もう来た、マジっすか、いいんすか、マジっすか、こちらこそです、いいんすか、俺も今言った、はい、何々と何々さんと何々さんの並びに自分の自伝っていうのが、はい、なんかね初めてノースビレッジの時から、はい、俺夢の描き方が、はい、絵で描くようになったの、はい、その叶った瞬間どんなっていう、で俺が当時そのノースプレッシュを立ち上げるときに描いたのが、なんか自分の店にがあって、はい、まあ、当時全然店とか自分で持ってなかったんだけど、はい、で本棚があって、そこに自分の会社から出た本がバー並んでて、はい、でその一冊目のところには絶対三代目大竹浜田茂さんがいてとか、はい、ロバート・ハリスさんがいて、高橋彩美さんがいて、はい、久保塚さんがいてとか、そういう憧れの人たちも全部出した上で、そこにドーンと自分の自伝が並ぶと、はい、っていう、なんかこう、で、その時自分はどんなライフスタイルで自分の本棚作ってる感じで出版社作ってる感じです、ね、その絵をお店も必要だし、はい、本棚にはそのラインナップが必要だし、はい、でその時自分は旅から戻ってきて、旅すらも仕事になってて、全ての遊びなり旅なりも仕事で、こんなライフスタイルでそこで自分とこの本を並んでる、で自分の本がそこにドーンと並ぶ瞬間の絵を、でそれがそのやっぱね、自分だけじゃなく他の人のその人たち、ね、本も並べないといけないから、はい、それを全部揃えるのに10年ぐらいかかったの、はい、でやっと今だで悪あがきが出て、俺的には一旦第一章終了みたいな感じで、あ、なるほど、で
でそのなんか今のなんか並びにみたいなのはなんかそういうふうに見てくれるのがすごい嬉しい。いやそこにもノースビレッジったらこう生き方かっこいい、やっぱ自分純度 100% でそうやってこう職業であり生き方としてこう、うん、面白い生き方してる人たちがブワー並んでるんで、そこに俺飾られたいなって結構あのフランだってマネージャーにも話したことありましたもん、マネージャーのカメラマンのりょうやに、ちょっとここになんか俺のあったらかっこいいのになみたいなの見たことあったぐらいやったんで、それでこの悪あがき読んだ時におっしゃちょっともう絶対会いたいっていうことで厚さにご連絡させてもらったんで、今日このタイミングでこうやって喋れて、はい、まさかこう出版の話までできるなんてと思って、いやなんかもうそれこそねなんかお願いしよう、しみやめる同盟でこっちからもお願いをいっぱいすると、まあね、はい、こういう映像もそうだろうし、いやお願いします、あの今後もお願いします、よろしくお願いします、よろしくお願いします。うわ最高、最高の瞬間をありがとうございました。ありがとうございます。マジですか、もうやば、はい、ちょっと我々がでもちょっと僕の視聴者さん多分すごい感動してくれると思うので、はい、ぜひ進めたいなと思います、はい、今後ともよろしくお願いします、ありがとうございます。